身長美容、さて本日ですけれども、ズバリね、この身長先生の身長診断ですね、2020年7月から始まってますけれども、こちらの、ね、様子をね、ぜひね、皆さんにお伝えさせていただきたいということで、 K さんの方に来ていただきました。よろしくお願いします。ということで、 K さんですね、スーパーモニターという形で今回顔出し全部ありでさせていただきますので、まあ、ぜひ、ね、実際にこう身長先生の身長診断受けていただきながら、 YouTube の前の皆さんにですね、まあ、どういったようなところが、気になったかとか、それともぜひ、ね、臨場感を持って伝えられればと思いますので、ぜひご協力の方お願いします。じゃあ実際始めていきましょう。まずじゃあ問診のね、記載からやっていきましょう。はい、ここからですね、女の子の方ね、問診票実際記載していきたいと思いますので、そこをね、参考皆さんしていただければと思います。ではどうぞ。大体ここにいるとここに数字出てくるんで、はい、その数字も一緒に確認していただくっていった感じになります。はい、じゃあ靴下と靴脱ぎましょう。はい、じゃあしっかりここにかかとをつけて真ん中に立ちます。ごめん、マスク取れるかな。マスク取れる、ありがとう。はい、ちょっとお耳見せて。必ず身長間違いないかということをお母様と一緒に見ておりますので、ご確認お願いします。でしっかり気をつけして、まっすぐ前見ます。で何回か測るのでいいよっていうまで気をつけしててください。ではこちらご覧ください。 134.3 ですね。こちらでお待ちいただいて、するとここに身長出てきます。こんな感じで連携されているので出てきます。一応さらにこれを手動でも確認していきます。さっき誤差ないか確認したんですけど、一応壊れてないか確認するために手動の方でも確認しております。でまたしっかりまっすぐ立ってもらって、お腹背中くっつけて前見ます。こちらは計測するというよりは、こちら粘土の計測が間違ってないかのチェックになってきます。134.3 です。ここかかと合わせてもらって立ちます。体重計みたいなのをもらって、身長計測した後はこちらの方ですね、インボディって測定器を使って体重測定や体脂肪率測定の方を行っていきます。特にですね、子供のですね、体脂肪率測ったことない方すごく多いと思いますけど、体脂肪率すごく重要ですよとかですね、こちらの方を含めて我々の方で解析を行っていきます。一緒にこの数字確認してください。134.3 で間違いないですかね。はい、今、年齢がおいくつですか。8歳ですね。はい、じゃあここ親指をここ当てて軽く握ります。腕と体が接しないようにしてください。はい、お疲れ様でした。そしたら靴下と靴履きます。こんな感じで出ます。今回この問診に関して言うと、まあ、基本的に大きな病気されてないかとか、まあ、お薬飲んでないかとか、そういった簡便なチェックになりますので、この後では身長の相談できませんので、十分ご注意ください。身長相談はですね、身長先生、身長診断で、レポート皆さんお送りした後にご希望される方はできるという形で、まずは我々の検査をさせてくださいねってところですね、検査の結果によって我々の言うことだいぶ変わってきますので、まずはこの検査を受けてくださいって、そういった意味になっています。それでは問診やっていきたいと思います。今までお病気されたことありますか。ないです。ご家族に病気されたことありますか。ないです。はい、ご家族に低身長で治療された方はいらっしゃいますか。いません。はい、アレルギーはありますか。あります。犬アレルギー、はい、ハウスダストもね。はい、お薬は何か飲まれてますか。いえ、何も飲んでます。はい、わかりました。まあ、こんな感じで問診終わりますので、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございます。で、ね、親指中入れてギューって力入れて、そう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 、チクッとするよ。採血はトータルで 15cc ぐらい取ります。皆さんで頑張ってください。はい、お疲れ様でした。検査ご案内します。左手を曲げて、この真ん中に入れてください。で、指をちょっと開いて、ご飯食べるだけないです。このままちょっと手を動かさないで、ちょっとこんな風に皆さんのレントゲンがここに映っていきます。でこれは後で我々の方で骨年齢解析っていうのですね、そういったのやっていきます。はい、そのまま立っててくださいね。はい、じゃあそのままじっとしててください。こちらはですね、側腕症がないかチェックしていきます。側腕症強い方に関して言うと、側腕の、ね、専門の外来を受診していただくことを促す場合もあります。
お疲れ様でした。ということです。今回は新潮先生の新潮診断のスーパーモニターの K さんの方にいらっしゃっていただきました。K さんは名古屋の方から来ていただいたということで、はい、お疲れ様です、はい。車で来たんですかね。車で来ました。はい、遠方からいらっしゃる方も非常に多いと思いますので、ぜひ、ね、気をつけていらっしゃるようにしてください。で、今日はまあ動画撮影だったら少しね、時間かけてやりましたけども、実際はトータルとして大体30分くらいで終わることを目標としています。で、繰り返しのお伝えなんですけど、新潮先生の新潮診断ね、今回 YouTube ですね、私登場していきましたけども、通常私出てきませんので、あそこも十分ご注意ください。こちらの新潮先生の新潮診断の結果の方です。こちらの方に皆さん今回の検査の結果大体 2,3 週間後にお送りしますので、ぜひ楽しみにしてください。で、なんかどうですか、感想とかありますか。どうですか、他の、まあ、病院さんで、うんうん、まあ、診察を受けて、うんうん、まあ、最終身長が160いかないぐらいっていうふうに、うんうんうん、まあ、言われてたので、うん、まあ、なんとか、その身長が本当なのか、うん、そうですね、はい、うん、っていうのはすごく知りたくて、はい、でやっぱり名古屋とかだと、うん、そういう、まあ、病気でなければ身長をなかなかしてもらえない、うん、お母さん考え方を変えてください、うん、病気ではないので大丈夫ですって終わってしまうので、うん、そこをなんとか、そうですね、はい、で私はですね、本当にその最終身長を測するとかそういったメソッド、多分他の先生も圧倒的に自信がやっぱりありますし、まあ、私はね、病気じゃない身長伸ばしたいとかそういうところ専門してますので、そこら辺は自信持ってね、お伝えさせていただけると思いますので、まあ、ぜひ結果の方楽しみにしてください、はい、解析のところですね、ぜひね、最後までご覧いただければ、ね、どんなことをやって皆さんのところにレポートが届いているのか、そこについてご理解いただけると思います。それでは早速やっていきましょう。で、まずはですね、まあ、何をやっているのっていうところを説明していきたいと思います。で、この、まあ、最終身長が何センチになるのかっていうところ、ここ結構醍醐味になってくるので、まずはここの説明を、していきたいと思います。最終身長はね、適当に予測してるわけじゃなくて、もちろん我々もそのね、ある程度この、まあ、自信を持ってお伝えしなくちゃいけないので、根拠が必要ってことで、まあ、こういうふうにね、まあ、現在の身長、まあ、過去の身長、レントゲン検査、新規症状、凝視の身長と、あと採血結果とか、6個の項目をこう総合して予測していくってことで、まあ、大事なのは1つだけの要素じゃないよっていうふうに書いてあるけど、まあ、1つだけで決めてるわけじゃないので、まあ、こういったのを身長診断で解析を行っていきます。まあ、いろんな要素から見ていくんだけどってことで、じゃあ今回のね、情報を少し整理していきましょうってことを見ていくと、今回は8歳と6ヶ月で、134.3 センチの、まあ、女の子なんですね。で、まず最初のデータとしては、お子様が平均的に伸びていったらどうなのかというのを我々の方で考えていきます。このね、表でわかるんだけど、これで皆様ご存知だと思うけど、新潮先生の成長シートっていう形になります。これを使っていきます。この表はこれは学校検討結果のもとに作成、私が作成したものです。8歳と6ヶ月で 134.3 センチで、真っ白に下ろしたところで、163.6。ここの部分ですね。163.6 から164.3 ですよって説明になります。まずこれがまず最初の予測になってきて、ただこれは当然平均的な期待値になるので、まあ、このままいくのか、それともね、高くなっちゃうかもしれないし、低くなっちゃうかもしれないしということで、まあ、それを見ていくような形になります。で、2番目ってことで、まあ、昔の身長どうなのかなというふうに見ていきます。綺麗に伸びてるタイプです。なので、こういうふうに綺麗に伸びてるタイプの場合は、やっぱ基本的に真下に折りやすいのかなっていうところで、2番目の項目からすると、これを1番目の内容を支持する、サポートするような内容です。まだ妥当性が高そうだねって意味ですね。こういったような表現になってきます。で、レントゲン検査に関して言うと、今回は、これもほとんど年相応なんで、8歳と一応9ヶ月ぐらいで算定します。ここのですね、8歳6ヶ月と、9ヶ月の差はほとんどないと思っていただいて構いませんので、これに関してはほとんど問題ないです。さてなんだけど、どうやってここで8歳9ヶ月のふうに骨粘度を測定しているのかというと、そこをちょっと今回説明していきたいと思います。この手のレントゲンを使って評価していきます。それぞれの骨にこう点数をつけていくんですよね。例えばこれとか、この骨とか、この形の骨どうかなとか、この骨の形どうかなとか、この骨の形どうかなっていうのを一個一個評価していきます。例えばじゃあこの骨であれば、これ頭骨って骨なんだけど、これで見ていくと、ここがこうギザギザしてね、ギザギザね。ギザギザしてて、ここも線が入ってて、でここに凹凸がなくて、ここは二重線でもないってなってくると、これ F って評価なんですね、これ F ね。で、その時にこういう風な評価基準を用いてやっていきます。で、例えばなんだけど頭骨こういう風に線が入ってると F っていう評価ね。で、これが下にギザギザがなかったらここがだから、例えばツルツルだったらこれ E っていう評価だね。ここが E だけど、これ今回ギザギザがあるから F で、ここ二重線見えなくてここは凸がない、ここの突起がないから、でこれ F で間違いないよねってことで F っていう評価ね。で、これを順番に他の骨でもどんどんやっていきます。例えばじゃあ次この骨はって見ていくと、この骨であれば例えばこういう風に半分以上超えてるし、ここちょっとポコって大きくなってる
ってるかなと、ここまで行ってないよねって考えると、これをね、まあいいって考えると私いいと思います。で、フェジこういう風にして細かく一個一個の骨を評価していく。頭骨、尺骨、第一中枢骨、第三中枢骨、第五中枢骨、第一季節骨、第三ってことで、これたくさんの骨ね、全部トータルで13個の骨をああいう風に細かくグレーディングしていきます。で、そのグレーディングを行って何歳何ヶ月なのかを見ていくっていうのがまず一つ目の方法になって、で、これが目視の評価になってきます。これだけじゃなくて、我々の方ではパソコンの方でもそれがまあ妥当性があるのかっていうのを、ダブルチェックをしていきます。じゃあちょっとね、そのパソコンの方でどういう風に評価してるかちょっと一緒に見に行きましょう。で、実際にこの解析の現場にやってきまして、最終的にはこんなようなレポートで、これが皆さんの手元に送られていきます。こういう風にね、このこっちさっきね、骨の形で評価してないけど、今度はこっちは骨の長さみたいなので評価していきます。で、こういう風にこういっぱい項目があって見ていきます。ここに実際の骨年齢が出てきます。ここにね、予測最終身長って出てくるんだけど、これ無視していただいて構いません。で、これも一応このパソコン側でも一応出すことはできるんだけど、ちょっとあまりにも精度が低いので、ここら辺は無視してください。なので、こちらの最終予測ご放念くださいけど、まあそういったところですね。じゃあ実際にどういうふうに解析してるかをちょっと放射線技師の先生と一緒にやっていきたいと思います。じゃあお願いします。お願いします。で、まずはこれ中指をチェックするね。で、中指の中でも骨をこう3つ評価していきます。で、最後に頭骨の骨ってことですね。で、具体どういうふうに評価してるかちょっと教えてもらっていいですか。ドットがこうたくさん出ているんですけど、まずこの骨の軸をまずまっすぐ合わせていく。その後にこの骨端線の部分ですね、骨端線がどのぐらい離れてるかっていう状態を今評価しています。ここにドットを合わせて、これで骨年齢を予測するっていう形ですね、うん。まあ、今これちょっとデモンストレーションちょっと雑にやってて、これ結構細かくやっていくっていうのは実際作業なんで、点をどこに置くかかなり重要なんですよね。あ、そうですね、これは少しずれただけでもかなり骨年齢がずれてしまうので、うん、調整がかなり技術と経験が必要ですね。で、当院の場合それとね、経験が非常に多いですので、ぜひ ご安心ください。で、中指の真ん中の骨ですね。まあ、こんな感じですね、はい。こういったのをまあ細かく、大体何分ぐらいかけてこういったのをやるんですか。10分ぐらいかけて。そうですね、10分ぐらいこういうの細かく作業してやっていけば、で、そうすると最後に出来上がったデータとしてこういったのが出来上がるんだよね。で、これちょっとデモンストレーションだから、ちょっと今数字がずれちゃってるのかな、おそらく。だけど、ここの部分が最終的な結果になってくるっていうところになるので、その結果がさっきの前だと、これが今回はこの結果だったっていうところになります。で、どうですかね、まあ、こういったのって、まあ、なかなか難しい点とか工夫してみたいとかもあると思うんだけど、どういったところを特に難しい点というふうに表現します。人によって骨の形がそれぞれ違うので、うん、そこをやっぱそのズレがないように、うん、やっていくっていうのが、ね、そうですね、やっぱり経験数ですよね。私の方でもああいうふうにこの目視の方で骨の形も評価していきます。まあ、実際ですね、骨の評価の方も目視の方も私だけじゃなくて、まずコンサルタントに評価をしてもらって、でそれをさらに私のチェックして、でさらにパソコンの方で別の方法でも、骨の評価してってことで、トリプルチェックだね、やってますよってことですね。お伝えした通りなんだけど、コンサルタントをそういうふうにやってくださることによって、私の仕事量も省けてる部分もありますので、コンサルタントの応募もぜひお待ちしてます。それちょっとまた戻りましょう。ということで、今ですね、骨年齢どうやってこの8歳9ヶ月って出しているのってところを説明させていただきました。この8歳9ヶ月っていうふうに認定するだけでも、まあ、あれだけね、時間を使って我々の方でやってますので、まあ、そこもね、十分皆さんに伝わればいいなというふうに思っています。次は骨年齢に対して側腕症、背骨が曲がってないかっていうのをチェックしていくんですけども、これも少しどうやって見ているかっていうのを説明していきたいと思います。こちらが背骨のレントゲンの時で、こっちの方でこういうふうに見ていて、で背骨の方に関して言うと、こちらは極端に曲がってないかどうかを大きくチェックしてると思ってください。一応計測の方法としては、まあ、こういうふうな、まあ、計測の方法があったりもします。例えばこの子であれば、もうちょっとこうかな。こうやってすると、まあ、6度ぐらいであればほぼないという表現なので、これに関してはまあほぼなしという表現かな。ということで、まあ、側腕症に関してはまあなしという表現になってきます。で、次が思春期症状ということで、これかなり重要になってくるんです。ただね、正直言ってね、女の子の方は思春期症状の評価が難しいです。これも私の方で大量にデータを持っているので、今後こういったのを、統計解析を行っていって、ここをもうちょっとね、細かくやっていきたいなというふうに思っています。これはちょっとね、他のドクターの協力も得ながらやっていこうかなと思っています。こういったのをぜひね、ご協力、解析いただけるドクターの方の募集もお待ちしています。しております。はい、で今回に関して言うと、春季症状は一応まだなんだね、うん、ということで、今回に関してはまだっていうところで、まあここも問題ないでしょう。ただ今後も早く出てこないか、そこは十分注意していく必要があると思います。で今回ご両親の身長はってことで、ご両親の身長が172-157ですので、まあ、女の子だと、お父さんの身長だす、お母さんの身長マイナス -13÷2 プラスマイナス8ってことで、遺伝身長それを計算すると158センチね、うん、っていうところになります。これらを踏まえて最終的に何センチになるのかっていうところになります。さらにだけど、今回に関しても採血の結果が出てますね、そこも含めて検討していきます。でここでちょっと、ね、採血をどういうふうに見ていくかっていうところを見てきてるんで、まず最終予測をするっていう上
と、あとは治療するっていう観点だと見る項目が変わってきます。で、最終予測をするっていう意味だと、まずこういったソマトメジンと呼ばれるようなところで、こちらの方で、成長ホルモンがまず出てるかっていうのをチェックしていきます。まあ当然だけど、まあ出てますよって説ですね。111か438が基準値です。その基準値を満たしている。ただまあ少し低めの印象はありますよ、どっちかっていうとね。で、あとみんな大好き ALP ってところで、例えば車がどれだけ走りますかって質問ってから、速さかける時間なんだけど、その速さに意外とするのが ALP。 ただ ALP も新規入ってからが重要なので、8歳6ヶ月で特に今回は新規出てないという判定なので、あんまり重要じゃないかなって説明です。ただ、まあ、悪い数字じゃないです、282ね。で、まあ、まずこんなところ。あと一番大事なところが女性ホルモンが出てるかどうかって表現になってます。それに関してこの E2 っていうここの部分を見て、でここが出てるともう完全に出てますよって説明ね。ただこれが出てくる前になんだけど、この LHFSH っていうのはこれがこう少しこう検出が始まってきます。まあ、今回これちょっと微妙なんだけど、 FSH が 2.86 っていうのはまあ少しちょっと動き始めてるなっていうところ。ただ LH の方はまあ全然動いてないかなと。ただ女の子の方はとりあえず評価がすごく難しいです。男の子の方がこれはすごく簡単ですので、気にしすぎず、まあなんとなくチェックするみたいな感じになってきます。ただ、まあ、現状としてはあの問題ないかなっていう説明だと思います。ということで、まあ、いろんな項目を見た上でなんだけど、まあ、今回に関して言うと、このぐーっと真下に下ろした数字に対して、ほとんどそこら辺に落ち着くでしょうというところが妥当で、遺伝身長とかも少し高くはないので、まあ、一応ちょっと下振れ予想もちょっと入れてますけども、まあ、概ねこういったところということで、今回は 161.2 か 165.5 ということで、これコンサルタントが予測してくれましたけど、まあ、これに関しては私今回修正ないかなと思って、このまま、OK サインを出そうと思います。ここで最終予測が終わったので、ここからなんだけど、この身長先生の身長診断の結果概要資料のところを細かく作成していく段階に入ります。この結果概要資料はもう皆さんね、多分ね、読むのも大変だと思ってるので、ここに書いてある4ページ目が重要だって書いてあるんだけど、ここで読めばなんとか分かるようにも一応していくつもりです。で、まあ実際今のところそういう風にして運用しています。だから今の最終予測を踏まえてどんなことが言えるのかなとか、そういったところを作成していきます。で、こちらはまず文章が、これがまずね、コンサルタントが事前にあの私になりかって作っていただいてますので、まあ、これは私の方で、再チェックしていきます。ここにも分かる通りなんですけど、コンサルタント非常に優秀ですってことで、ほとんどのことを理解していただいていると思いますね。引き続き、ね、コンサルタント募集しておりますので、私と一緒にこういうふうにね、慎重に一生懸命解析したいなというふうにあの思っていただければ、ぜひご応募の方をお待ちしております。あとこういったのをチェックする前に、今さっき採血の方パラパラパラと私見ました。ここで見ていくと、まあ、肝臓に問題なく、腎臓にも問題なくて、糖尿病も問題なくて、まあ、ANP さっきお伝えした通りであまりまだ気にしなくてよくて、ABC これ鉄の指標ね、これも高くないね、これね。ビタミン D これ低いね、これちょっとね、あの40以上にしたいなとか、白血病ないよねとか、貧血の値もそんな悪くないねとか、 LHFSA さっきお伝えしたですね、甲状腺に関してはこういうふうにちょっとぐらい値がずれない子供の場合よくありますので、これ異常じゃないと思います。男性ホルモン関係ないですね。これはさっきお伝えした女性ホルモン出てないっていう説明です。鉄の方もこれ25ね、まああのよくあるあるなんだけど、こういったのしか補充してった方がいいよねとか、亜鉛はちょっと低いねとか、ソマトメジン成長ホルモンも、まあ、高くはないよね、ただ異常ではないよってことです。インボディ体組成分析ですね、こういったのもチェックして、特にこの体脂肪率がこういったところはやっぱり重要かなとか、今回27ってことで、ここは少し高いんだとか、これもちょっとコメント出そうかなとか、思いながら、チェックしていきます。ということで、じゃあ結果説明を見ていきます。で、今回実年齢、ここら辺もフォーマット、大体皆さん同じような感じのフォーマットで、まず最初は、早熟なのか、晩熟なのか、ってところと、どんな栄養状態なのかとかと、あと病的な異常がないかとかと、あとはまあ最終予測は何歳なのかとか、こういったところを記載していくような形になります。じゃあチェックしていきましょう。今回実年齢8歳6ヶ月に対して、骨年齢8歳9ヶ月ですと。原則晩熟よりも早熟の方が最終身長低くなりますと。今後の思春期症状に注意してくださいということで、今の段階だと大丈夫なんだけど、なんせこのね、思春期症状が出てくると、その一発逆転しちゃうわけだ。だからここら辺は結構やっぱり重要になってきます。具体的に言うと、こういった8歳と6ヶ月ぐらいであれば、まあ1年に1回ぐらいのチェックでいいと思います。で、それがすごく気になると半年に1回とかに増やしていくかなっていうところです。だからその度に身長診断受けていただくといいかなと思います。今回この体脂肪率が少し高いんだよね。体脂肪率が 27.5% というところで、そこについてもコメント出しています。8歳女児の標準体脂肪率は 12%、まあ、簡単に言うのは 20% 以内に抑えたいんだよねというところで、まあ、そういったのも身長塾を通して学んでいくといいでしょうと。あとは亜鉛とか鉄とビタミン D とか、これもあのちょっと低いですね。これはやっぱりしっかりと補充していくことは望ましいと思います。で、他の時に病的異常はありませんということで、これ異常値に関してこれ問題なので、これもカットしていきます。で、今回に関しては、春季遅らせるお薬はまだやってもしょうがないので、成長ホルモンとかサプリメント療法に適用があるよって説明で、最終予測 161.2 か 165.5
5.5 っていうような説明です。成長ホルモンやった場合今回最大10センチぐらいの上乗せが期待できるかなとか、そういった意味でやっていきます。現時点での最終予測が目標に達していますってことで、今回目標157なのでそんなに高くないです。なのでここコンサルの記載している通りで、まあ、別に治療はしなくてもいいかなってところだけど、まあ、ただ今後神経早く出てこないかとか、そういったのをチェックする意味で、まあ、年に1回ぐらいはこういった身長診断また受けていただくことをお勧めしますっていうのが説明になってきます。今回目標との乖離がないっていうところで、ここも OK です。ここもまあ大体最大10センチぐらいの改善、まあ、サプリメントも最大3センチぐらいの改善かなっていうところで、ここら辺の記載間違いないと思います。ここの金額はここはコンサルタントでしっかりと金額を確認してもらってっていうところで、今回は修正するポイントが全くないので、このままゴーサインを出そうかなというふうに思います。ということで、ここら辺のチェックが終わりましたら、こちらの方ですね、チェックした成長シートにここにハンコを押して今から行って私のチェック完了のサインとしていきたいと思います。で、通常はこんな風に書いたりしないんだけど、今回モニターさんでこういったのを書いてるけど、このまま私のハンコを押していきます。こんな感じでハンコを押しましたということで、これで準備完了しました。で、今度はここで内容をフィックスしたので、これを今度見やすく皆さんに書くために、これをこっちの方に資料を転記していきたいと思います。ここがコンサルタントの仕事になってきて、ここが大体30分ぐらいでコンサルタントかけてこっちの方に見やすく記載してもらって、皆さんの手元に届きますので、ぜひ楽しみにしてください。それでは次ですね、開封動画ですね、実際その内容をチェックするところを一緒に皆さんと見ていきたいと思います。新潮先生の新潮診断のスーパーモニターですね、検査って名古屋からということで、はい、まあね、名古屋の方すごく多いですので、名古屋にもね、こういった新潮診断がね、できるようになってくると嬉しいなと思いますので、ぜひご協力いただける、ね、先生いましたら、ぜひね、ご連絡の方お待ちしております。ということで、今回は8歳、検査した時がですね、8歳と6ヶ月ですね、というところなんですけど、目標の身長が157センチ、で、ご両親の予測としては150センチっていう中で実際何センチになるかとか、こういったところ見ていきたいんですけど、よろしいでしょうかね。じゃあ早速中身の方見ていきましょう。それですね、身長先生、身長診断ね、実際開けていきたいと思います。これ、カカーンと開けていきましょう。で、皆さん開けていただくと、ここの下面と上面があるんだけど、上面の方に関してはこういうふうにステップ1、2、3、4というふうにありますので、まあ、この内容で、ぜひね、皆さんもご覧いただければと思います。ステップ1に関してはこう、身長診断の概要が書いてあって、そのサプリメント。の内容と、あとは成長指数、ご自身の成長指数ですね。オリジナルで作成した成長指数ね。皆さんの検査結果が入ってます。この順番でいきたいと思います。で、こちらの方、下の方にですけども、治療まで流れってことで、身長診断ボックスが皆さんのご自宅に届きます。で、今回スーパーモニターさんです。私、口頭でこう説明しながらやりますけども、皆さんはご自身の方で、まあ、こういった動画を参考にしながら、内容の方をご確認ください。すぐ、治療受けたいよって人に関しては、まあ、その、治療のご予約いただいて、ちょっと悩んでるよって人に関しては、身長塾ですね。そちらの方で学んでいただいて、まあ、何もしなくていいよって人に関しては、まあ、1に1回ぐらい検査するといいんじゃないかなとか、そういうの説明になっていきます。こちらの方ですね、身長先生の身長診断結果概要資料ということで、これが一番重要な資料になっていくね。ステップ1の中でも特に4ページ目が大事っていう資料になってきますね。まあ、こちらの資料ですね、ここから見ていきたいと思います。ちょっと1ページずつ見ていきましょう。この資料ってどのことをお伝えしているかというとね、身長診断結果と治療内容と、まあ、今後どうすべきかというところですね、書いてありますね。こういったところをご参考ください。で、身長先生のね、身長診断なんですけど、主に最終身長予測っていうところが結構メインのポイントになってくると思います。最終身長はね、適当に予測してるわけじゃなくて、今までの私の様々なデータを元に皆さんの最終身長を予測していますので、まあ、そこの方で、ね、十分ご理解ください。次にね、4ページ目が来ましたよと。今回は実年齢8歳6ヶ月に対して骨年齢が8歳9ヶ月っていうところになります。原則、盤軸よりも早熟の方が最終身長低くなるので、まあ、今後も十分注意してねっていうふうに書いてあります。で、女の子だと一番初めに出てくるのは乳房の発達ですね。なので、乳房の発達、そこでとこ注意してください。8歳女児の標準体脂肪は12-22% ですってことで、体脂肪高めって書いてあるので、ここ後でちょっと見ていきましょう。女の子です。肥満の場合だと早熟になるというふうに言われているので注意しましょうと。身長塾では、低脂質の食材なども紹介していますよ。次、亜鉛、鉄、ビタミン D、すべて理想値より低くサプリメントのいい適用ですこと。やっぱ栄養状態あんまり良くないよね、やっぱりね。成長ホルモン、高腎、腎機能、肝機能、その他異常ないよと。病的な側弯症もないそうです。成長ホルモン、サプリメント療法に適用がありますと。最終予測161.2が 165.5。パチパチパチということで、今回に関して言うとですね、ここの目標、おそらくご自身希望よりは高かったんじゃないかなというふうに思います。はい、新潮先生の新潮式成長ホルモン治療によって最大3-10cmの上乗せができるというところです。現時点で最終予測では目標身長到達していますが、遺伝子長低いため、年に1回ぐらいはフォローアップしてくださいねというところになります。まあ、ここで書いてある内容ですね。最終身長ってこれ別に効果保証するもんじゃないよと。今の時点だとこういったようなペースだよというところになるので、まあ、1年に1回ぐらいはぜひ確認されるようにしてください。あと、こちらの方ですね。18歳になったら、またね、ぜひね、身長の方をね、LINE でポイッと送るだけで構いませんので、ぜひお伝えください。我々ですね、これからですね、トールジャパンですね、日本人の平均身長10センチ上乗せするといった私ミッションを掲げて
てますけども、本当に皆さんの一つ一つのデータが、そういった夢に向かっていきますので、まあ、一人でもですね、身長で悩む人が少なくなるように、もしくはですね、身長を通して幸せになる人一人でも増えるようにですね、皆さんもご協力ください。別に皆さんにですね、有料のご協力をしてくださいというふうに私言ってませんので、単純に皆さんが最終的に何センチになったか、18歳になったら教えてねとか、そんなふうにご理解いただくといいと思います。こちらの方ですね、ここはね、もうなんか嬉しいね、これ見てね、ということで、目標150に対して161.2か165.5ってなので、差はなしということですね。で今回こういった点に関して言うと、ぜひね、お兄ちゃんの方の動画見ていただきたいので、お兄ちゃんの場合、ここがね、すごく差が大きかったんだよね。だけど、妹さんはね、ここの差が逆に言うとなしっていうところなので、おそらくこういったパターンだと、ここの数字を多分上げたくなってくるんじゃないかなと思うので、はい、逆にそういったのを考える機会を今回設けていただくといいんじゃないかなというふうに思いますね。そこをまた後でお話ししていきましょう。多分ね、お母さん2回目ですから、こう私何言われるかね、もう分かってるんじゃないかなというふうに思います。はい。身長伸ばす治療ってことで、ここどういうふうな治療があるのかということで、これ、概略をまずご理解ください。縦軸が伸び率、横軸が時間軸だった場合に、そのお子さんの最終身長で、ね、この面積で表されますので、この面積を最大化することが我々の目標になってくるので、縦軸を改善するのか、横軸を改善するのかっていうところになっていきます。ね、例えば、ね、成長ホルモンなんかやったりすると、ぐっと、ね、伸び率が上がるよと、縦軸を改善するのが成長ホルモン治療ですね。思春期を遅らせるお薬、横軸を改善するなんて書いてます。これはどういう意味かというと、思春期が早く出ると、山のピークを手前側に来るわけなので、まあ、こうすると赤い面積ってちっちゃいですよ。こう横軸を伸ばすことによって最終身長を改善するってことですね。特に今回お兄ちゃんの方が早熟傾向でしたので、妹さんもここから早熟が始まってしまうと最終予測が一気に変わってしまうので、まあ、ここはやっぱり注意が必要だと思います。次、サプリメントも縦軸を改善するということで、縦軸とか横軸、そういったのをどういうふうにして改善していくかということで、面積を最大化するってところがポイントになってきます。当然、この面積を最大化するってなかなか、ね、簡単なことじゃないですので、まあ、当然ですけど、まあね、細かくはこういった資料を見ていただくといいと思います。ってことで、具体的にそういった治療をすると何が起きるのか少し見ていきましょう。縦軸とか横軸改善何が起きるかっていうところがここに書いてありますね。成長ホルモンでやると最大10センチ改善するよ。思春期を遅らせるお薬に関しては今回は適用がありませんので、そこ十分注意してください。サプリメントに関しては1から3センチ程度の上乗せという予言になってきます。ここちょっとサプリメントはね、ここちょっと注意してほしいんだけども、例えばです、今回の最終予測は 161.2 か 5.5 って書いてあると思うんだけど、上乗せっていうのは結局 1.2 から上乗せるのか 5.5 か上乗せるのか話違いますよね、はい、ところで、サプリメントって欠乏してしまうと、栄養が欠乏こっち側に当然行きますので、それを防ぐ効果がありますので、まあ、この中での改善があるよっていうのは、そこをまずご理解いただいた上で、こういった数字、ご覧いただくといいと思います。なので、まあ、正直言うと最大で言うとやっぱり10センチぐらい変わる可能性あるかなと思いますので、まあ、そういった意味でよくね、そこの方、ご理解ください。費用に関して見ていくとこんなような値段ってところで、成長ホルモンって年間で450万かかってやっぱ高いよねってことですね。サプリメントはまあ年間40万ぐらいかなってところで、まあ、この中でよく検討してくださいってことで、まあ、そういった金額とか効果とか目標とかそういったところを踏まえて皆さんに、ね、どういうふうな治療するかぜひ検討されるといいと思います。特にもう治療すぐするよって方に関してすぐね私の診察ご予約ください。もう治療開始する場合ですともう実質無料で私診察しています。ただ話聞きたいだけですよって場合はちょっとお金かかっちゃうのでちょっと注意してください。個別でこういうふうになんかここがこうだよとか説明を受けたい場合はコンサルタントの方が個別で皆さんの相談に乗ってますので、まあ、そういったのもご活用ください。なので費用は1万1000円かかりますのでそこは十分ご注意ください。ここはですね、まあ、実際どういう風にしてお子様にですね身長治療をやるかどうかっていうのを検討していただくきっかけをこういったところで与えてます。少しお母さんでやっていきましょう。身長は人生において重要だ。これどうですか、お母さんの方は。重要だと思います、はい、次はものすごく身長伸ばしてこれどういう風な表現ですか。娘に関しては、うん、まあ、そこまででもない。そうだよね、おっしゃる通りで今回は目標超えてたのでまあノーっていうのもあれなんだけど、まあ、こっち寄りでいいと思います。目標身長引く前、予測身長5センチ以上でもないですもんね、今回ね。身長は成長ホルモン治療に効果は3センチ以上。これは確かにイエスだったなって感じですね。病的な異常がない。これも当然イエスです。身長伸ばして海外で活躍する。これもさっき言ったノーですよ、今回ね。身長伸ばして自信に溢れた人生遅れて。これはイエス。うん、まあ、一応イエスにしますか。身長伸ばしてかっこいい男になるってどうですか。そこまででもない。うん、はい。次、両親の身長引く。これもノーだと思うので、まあ、1、2、3、4ってことで、まあ、お兄ちゃんの場合とここは7個だったと思うんですけど、うん、妹さん4個って考えると、やっぱりお兄ちゃんの方がやっぱり治療の、おそらく対象としては正しいのかなというか、なんというか、そういうふうなのが、ご理解いただけると思うんですけど、間違いなさそうですね。はい、で、ここでちょっとね、皆さんにお話ししていきたいと思います。身長先生は身長診断っていうのを通してですね、まあ、この身長について改めて皆さんに考えていただく機会を設けていきたいというのが、私の狙いというか、希望になっていきます。その時にですね、皆さんが身長治療を受ける必要があるかと言われると、そんなことはないです。なので、そこをどういうふうにして決めるかっていうのは、ね、こういったのね、少し、こう、実際のカウンセリングしていきたいと思います。我々の共通の目標って実はあるんですね、こういうね、共通の目標。それは、お子様が幸せになること。これは共通の認識になっていくので、これは普遍です。
絶対目標で、これは変わらないです。どうですかお母さん、ね、娘さんに幸せになってほしいですか。はい、ねえ、なってほしいね。お兄ちゃんにも幸せになってほしいですか。お兄ちゃんにも幸せ、ね、そうですよね。ということで、これはね、誰に聞いてもこういう答えが返ってきますので、これはね、間違いないですね。じゃあ幸せってのはどういう構成からなってるかって一緒に考えて、どうですかお母さん、幸せってどんな項目からなってますか。お金。そうです、お金も重要ですよね、やっぱりね、はい、お金があった方がやっぱり幸せになりますよね。他はどうですか。学歴、勉学がね、やっぱりできた方がね、はい、子供って幸せになりますよね。他はどうです。あとは、まあ、見た目。そうだね、最近だとね、なんかルッキズムなんて言われちゃったりするかもしれないけど、それでもやっぱり見た目がいい方がやっぱり人生ね、おそらくまあ幾分か幸せでしょうね、はい、絶対ではないですけどね。あとどうですか。他に、身長、ね、あとは身長だ、こういったのも大事ですよねとか、あとね、コミュ力とか、そういういろんな項目から幸せって成り立っていると思います。先ほどちょっとお伝えしたけども、顔が良ければ幸せになるかっていうとそうじゃないよね、絶対じゃない。だけど顔がいい方がいいよね。例えばそういうの助長するとルッキズムなんて言われちゃったりとかするわけでね。だからここの程度が私重要なんだと思ってね。学校だってさ、同じだと思うね。勉強さえできれば人生幸せになるかって、そんなことないですよね、お母さんね。だけど勉強はできた方がいいよね。お金も同じですよね。お金はあった方がいいよね。そんなお金なくてもいいなんていう人がもしいたらですね、その人はちょっとね、私は本心じゃないと思うんだよね。だけど幸せっていうのは絶対に対して、これら周りに返っているものっていうのは相対的なんですよ。相対的？だってお金が全てじゃないもんね。だってなんか10億円持っててもさ、誰も友達もいなくてさ、寂しいところです。一人でポツンと生きてるって多分楽しくないよねってですね。学校も先ほどお伝えしたようにですね、お母さんもたくさんね、いろんな人と今では会ってきてると思うんだけど、勉強はあいつできるけど、てん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 って人多分いますよね。それじゃやっぱダメなんだよね。同じよね、顔も同じですね。あの人ね、すごく美しいんだけど、どうもね、性格がなんていうところに、ね、なったりとかするかもしれないし、身長も同じですよね。180センチだから必ず幸せになれるか。いや、そんなことはないですよね。ただ160センチより180センチが幸せになる可能性は上がるかもしれないですね。ってところで、これら周りにあるものは全て相対的な幸せの価値観になってきますので、この中で皆さんがどういった選択をするかっていうところになります。例えばですけど、今回、まあ、成長ホルモンで年間で言っても500万近くねかかってくるわけなんだけど、500万を慎重に投下するのか、それともしかしたら留学にお金使ってもいいかもしれないね。私としては皆さんの子供が幸せにどれくらいになるかっていうところが重要なんで、例えばファクターとして身長っていうファクターが他の項目でこういうふうに大きい方に関してはぜひこういったところにコストを投下していただくといいと思うし、ここがそんなに大きくないよとね、ここの円がもう少し小さい方に関して言うと、まあ、身長に関してはそんなにコストかけないで、ぜひ勉強とかそういったところにかけるといいんじゃないかな。私ね、結構勉強が好きなんですよね。本当にね、こういった動画を通してなんだけど、日本の子供たちにめちゃ勉強してほしいというふうに思ってます。私のコンテンツ自体も勉強になると思いますので、ぜひそういった面で見ていただきたいと思うんだけど、本当に勉強を通して本当に人間で幸せになりますので、勉強にコストかけね、最高、私大賛成だけど、まあ、勉強だけじゃないからねってところで、本当いろんな中での身長ですね。お母さんにとってどうですか、順番つけましょうか。このランキング、お金、コミュ力、身長、顔、学問、この中でランキングつけるとしてはどれが1位ですか。1位です。いいね、お母さんいいね。やっぱね、友達いないとつまんないしね、うん、やっぱり仕事もやっぱりコミュ力だもんね。コミュ力、次2位、いいね、いいと思います。やっぱ勉強できないとダメですもんね。3位、はい、3位すごいですね。4位が4位、例えば5位とかこんな感じにしましょうか、ね、これをすごく大事なところだと思ってて、やっぱこうやって見てみると、今回に関して言うと、私はね、もし500万円のもし予算が仮にあるとしたらなんですけども、ぜひコミュ力とかそういったところにお金を使っていただくといいんじゃないかなと思うし、例えばその中で、まあ、やっぱ学歴とかそういったところとこう結びつけて考えていくと、まあ、やっぱりいろんな人と会う機会を増やしてあげるとか、そういったところにぜひお金を使っていただくと、お子さんに関してすごく幸せになるんじゃないかと。ただ1年に1回ぐらいは身長の検査をしていただいて、早熟ならないかどうかとか、そういった風に見ていただくと、お子様がより一層幸せになるんじゃないかなと思うんですけど、なんとなくご理解いただけますでしょうかね。はい、よくある質問ということで、治療費、医療費控除になる場合がありますので、そこら辺は税理士の皆さんと相談してください。で、亜鉛のみね、服用したいとか、そういった方もいらっしゃると思うんだけど、サプリやる場合、こっちの方でオーダー立てちゃいますので、そこちょっとわがまま言わないでね、我々もちょっと、どうしても大変なので、次、遺伝だけで決まるわけじゃないよとかね、今回も見てもいただいたもの、いろんな要素から決まるよってことですね。3ヶ月だけ治療したいんだけど、やっぱ1年ぐらいやるようにしてください。次、寝る子をよく育つって本当かと、これ本当ですので、ぜひね、たくさん寝かせてくださいと。で、早熟と晩熟だと最大で5センチぐらい差が出るかなと、まあ、もっと、ね、10センチ以上差が出る場合もあります。次、プリモボランと声低くなるよって、女の子には
使用しませんよとですね、次副作用は大丈夫ですかということで、ここら辺も私たちの、ね、治療実績たくさんありますので、そこを十分管理しながらやっていきます。女の子は身長がね生理クリッと止まるのかなと、まあ、そういったところがあるよということで、まあ、女の子は特にですね最初身長結構早く決まりますので、今回身長診断受けていただいた方も基本的にやっぱり1年に1回ぐらいフォローアップすることをお勧めします。で2回目はもちろん安くできるように割として考えてますので、まあ、そういったのを検討してます。ぜひご覧ください。はい、ということでこれで終わりですね。はい、それでですね、ステップ2ということで、サプリメントの内容を一緒に見ていきたいと思います。サプリメントこんな感じでということで、まあ、鉄とかビタミンとかアミノ酸とかこういったところが入ってます。で、実際皆さん、これはね、サンプルになるので、実際栄養補充が始まるときは、ここからさらに私の選んでいきますので、実際これが皆さんに治療が始まるわけではない。ただ、これが飲めたら、大体治療もできますので、こういったサプリメントをサンプルのものをお出し、特にね、アミノ酸まずいらしいですので、子供にとってまずいらしいですので、まあ、そういったところもチャレンジしてみてください。はい、それでですね、ステップ3ということで、成長シートですね、今回のデータを用いて皆さんも作っていますので見ていきましょう。こういうような成長シートですね、そうですね。これで最終身長が実際書いてあったりだとか、成長もどれくらいバランスできるかとか、ここにハンコが押しちゃうんだけど、これはね、私がちゃんとチェックしちゃうっていう意味になるので、これはなんか公認の印鑑だと思ってください。でこうやって見てるとすごく高いところにいて、こういう状況で骨折でも大丈夫ですので、通常高くなりますので、まあ、そういった意味楽しみにしててねと。ただ春季が早く出たりするとこうなっちゃうので、まあ、1年に1回ぐらいで構いませんので、そこの辺のチェックだけ怠らないにご注意ください。はい、それではステップ4っていうところで、採血とかレントゲンの検査とかインボディの検査ですね。で採血の結果とこういう風に見ていくと、まあ、成長ホルモンもちろん異常ないよっていうところと、ALB も普通で問題ないですね。鉄すごくちょっと少ないの、ビタミン D も低いねこれね。あとは女性ホルモンも検出してないし、甲状腺も異常ないし、貧血も大丈夫だねってことですね。でも栄養補充してもいいんじゃないかなと思うんだけど、そこら辺ももちろんさっきの言う幸せっていう価値観のもとで皆さんねご判断ください。はい、次ここってことで、これは体組成分析ね。これの中で特にだけど、この体脂肪ですね、ここを皆さんよく見てください。結構子供の体脂肪率測る文化ってなかなかないですね。私も本当にね、世の中に伝えたいことたくさんいっぱいあるんだけど、私その中で一つお伝えしたのは、子供の体脂肪率を測るっていう文化を作りたい、正直言うと。これ取るだけで全然変わるんですよ。今回いろんなことですごいハッピーだったと思うね、結果としてはどっちかっていう。だけど、体脂肪率改善できるじゃないですか。だから1個でも改善できることがあれば、1個でも改善して、で幸せにつなげていきましょう。そういうふうに思うので、お兄ちゃんに関しては脂肪がむしろ足りないぐらいなんだけど、妹さんちょっと少し脂肪が少しある方なので、まあ食事の内容とか少しこういった機会を持って、より一層幸せに近づけるようにやっていただければと思うんですけど、よろしいでしょうかね。はい、あとは骨年齢というところ、ここはまあ問題ないよねっていうところをお伝えしちゃったりとか、実際レントゲンの写真があったりとか、側弯症がないかっていうのをチェックしてもらって大丈夫ですね。ということですね、今回ですね、スーパーモニターさんの K さんですけども、資料の一通り見ていただきたんですけど、どうですか、感想とかあればぜひご協力ください。実際、下の子の方もすごく心配だったんですけど、結果を見てちょっと安心したのがあって、お兄ちゃんもそうなんですけど、平均の子よりもちょっと高めでずっと来てるので、通常だと問題ないんですけど、まあ大きい方なので、実際はまあ測ってみると早熟超早熟ということで、なので下の子もちょっと肥満気味なので、胸もちょっとふっくらしてるので、早熟なのかなってすごい思ってたんです。でも肥満気味ってことは早熟になる可能性もあるってことで、まあ、引き続き完全に安心はできないかなというふうには思ってます。ありがとうございます。まあ、おっしゃる通り、まあ、1に1回ぐらいはぜひ、ね、検査トラップされるといいと思います、はい、ちょっとまだ確定してるわけじゃないか言えないんだけど、まあ、2回目以降は安くできるようにしようかなと思ってますので、はい、そういったところもご理解ください。で今回ですね、まあ、ね、名古屋からいらっしゃっていただいたんですけど、どうですかね、名古屋にも、ね、こういった治療が受けられるようになったら嬉しいと思いませんか。嬉しいです。そうですよね、はい、ということで名古屋にもですね、こういった治療が、私としては展開できるようにしていきたいというふうに考えています。で私は2020年の8月に開業して、これで丸々4年経ちました。でおかげさまで本当に世界中からですね、私の治療を受けに来てくださるような状況まで成長して、そういったのをすごく私としては、まあ、嬉しく思っており、また感謝も皆さんに、ね、しているような形になります。今後もですね、私はですね、まあ、ナンバーワンであり続けたいと、まあ、日本で一番いい治療をやっているというふうに自信を持って提供できる医師であり続けるために、まあ、これからも切磋琢磨、ね、していきたいというふうに思っているんですけども、今後に関してと、まあ、正直それだけだと飽き足りないというのが私の思いになってきます。で2024年の8月の10日ですね、その日ですね、私の方からトールジャパンっていうですね、新しいミッションの方を発表させていただきました。トールジャパン、身長の高い日本人はなんかそんなようなイメージですね、ということで、まあ、日本人の平均身長で、ね、プラス10センチしちゃうんだよって、そういったミッションになっていきます。まあ、10センチというのもね、まあ、そこはすごく区
区切りが良くて設定してる部分なんだけど、それ以上にですね、まず私がやらなくちゃいけないのが、一人でもやっぱり身長で悩む、お子さんを減らすこと、あともう一つは、身長を通して幸せになる人を一人でも増やすこと、それが私のやるべきことで、その中で、数値目標としてはプラス10センチってのは面白いかなと思って、そういったふうな目標に設定してるんですけど、そういった、より良く生きる医療ですね、そういったのを皆さんに提供していきたいというふうに思っています。身長治療ですね、私が行っている治療は病気でやっているわけではありません。なので全員が受けろなんて思ってません。さっき幸せな話なんかもしましたねってことで、幸せになるためにこういった治療をするかしないかっていうのをぜひ検討していただくといいと思います。その中でより良く生きるよってことで、医療の歴史を振り返ると、昔はですね、やっぱり、細菌で死ぬ時代とかですね、あとがんで死ぬ時代とか、そういうふうに生きるとか死ぬとか、そういったのが医療の元々のこの発展の仕方だったんですね。ただ昨今のですね、美容医療の発展だったりだとか、こういった身長治療とか、最近ですね、頭の形を綺麗にする治療だったりとか、ほんといろんなね、こういうふうな医療が発達してきてますけども、医療の方向性としてはどういうふうにしてよりよく生きるかっていうところが重要になってきています。当たり前なんだけど、ね、楽しい人生を送りたいですよねっていうことで、そのうちのファクターの一つが身長であるというふうにご理解いただくといいと思います。特にですけども、今まではですね、この私がそれを提供する、患者さんからお金をいただいてそれを皆さんに最高の治療を提供するというのが私の最大の課題でありました。で、今後もそれはもちろん継続していくんですけども、今後はより一層大きな課題を解決したいというふうに考えています。それはですね、社会課題の解決というふうに私考えているんですけども、今までは単純に私が人気ドクター、もっとどうやって人気になるかなってことをよく考えたりもしたんだけど、今はあんまりそういう興味なくて、それ以上にどうやったら社会課題を解決できるか、そういった側面になっている。社会課題というのは身長を通した社会課題ですね。例えばもしかしたら身長で悩んでていじめにあっちゃう子だっているかもしれないし、身長が低くて一歩踏み出せない、夢に一歩踏み出せない人もいるかもしれないし、そういった社会課題を解決するというのが私の次のフェーズになってくると思います。私も来年40歳というところで、これからですね、より一層ですね、一人の人間として社会に貢献していきたい、そういうふうに考えています。で、社会課題を解決するなんてすごく重要なポイントとしては、私一人の力ではもうできることが少ないということですね。そこが重要なポイントになっています。で、今はですね、東京でしかこういった治療ができなかったんですね。これを今後全国にも広めていきたいというふうに考えています。身長診断もレントゲンと採血さえできれば、あとオンラインでうちでできるように、ここ完全に体制を整えましたので、名古屋、大阪、福岡、どこの先生でもいいんですけども、私のですね、こういった身長診断、トールジャパンという未来にですね、共感できるですね、ぜひご協力いただきたいです。別に契約書とか何も結ばなくていいんですよね。単純にレントゲンと採血だけ取ってほしい。ただそれだけです。あとは全部私たちのでやりますね。まずはその一歩から始めていきたいと思う。で、その一歩が終われば、次治療を共有していって、治療やっていただいたりだとか、そういったところまで行ってもいいと思うんだけど、いきなり全部って難しいと思う。まずはレントゲンと採血をしてくださるね、ドクターの人ね、探しておりますので、ぜひ、ね、そういった方いらっしゃれば LINE とかメールとか、何でもいいですけどご連絡いただければと思います。ということで、トールジャパンね、一緒に達成していきたいんですよね。ご協力いただけますか。はい、はい、患者さんに関してはですね、何か特別なことをしてくださいというわけじゃないです。ぜひコメント欄の方にですね、名古屋にもね、新潮先生のクリニックを作ってほしいとか、そのようなコメントを書いていただくだけで十分ですね。ぜひね、自分の地元の、例えば富山県の人で富山県とかね、書いていただければ私嬉しく思いますので、これから一緒にね、トールジャパン一緒に作っていきましょう。それではまた。